어떻게 하자. 뭐, 한 번, 뭐, 화이너지 시원한데. 반발이 더 오다가. 예수님의 라이너님 끌어보신가. 네. こんにちは、いつもコントロールチャンネルご視聴していただきありがとうございます。センドピキャッチャー、高谷君とコラボしています。違う、コラボしてます。すいません。あの、なんか聞きたいことがあるということで、やっぱり契約更改、裏側というか、どういう意味に行われているのかなっていうのは、すごい気になるんですよ。実際選手の給料って気になる？いや、すごい気になります。給料って、1軍最低年俸っていうのがあるんですけど、今はね1600かな。当時は1500だったんだけど、600万の人が1軍に上がると差額っていうのが出るの。1試合1年間ずっと1軍にいると600万人間も1500万もらえるようになってる。なるほど。最低年俸ってなって、なのでそれを600万だったら、 1500いく600、900万だよね。900万は確か150ではあるの。6だよね。そうですね。1日6万入ってくるの。それで1年間入れば900万になる。どっかでも抹消されちゃうと、それが1400いくらとか1500万。で、だから若い子が上がってくると、1軍ずっていると、みんなチャリンチャリンチャリンって。オールスター休みとかさ、登録されてるとか、1軍、 扱いから入ってくるの、何も休んでないのも、3日休みだったら18万入ってきましたとかさ。その話をしてるのを若い子たちよくしてて、若い時っていうのはいついつに事務所に来てって言われて、行って、で今年のラインの給料これだけねってことを言われて、本当5分10分20分で終わるぐらいの。2軍にいても給料は絶対上がらない。2軍でどれだけ頑張っても給料上がらない。試合に出ると査定ポイントっていうのがある。例えば先発しました、 で、勝ちゲームだと10点満点だったと思うんだけど、負けたら5点満点だったと思うんだけど、それを加算していくのずっと。 3回5失点 KO だったら、マイナスポイントですから、負けゲームの5点満点だけど、マイナス何点になるの。頑張ってても、1つの失敗でガクンと落ちちゃう。その要は加算で、いろんな、例えばバント成功とか、 フィールディング失敗したとか、クオリティ下がったりしたとか、シーズン終わったら査定ポイントってのもらえるから、見て、あ、オップよってなって。やっぱり活躍した時にこそ言わなくちゃいけない。球団はね、来年頑張ったらもっと上げてくれるよって必ず言うんだけど、来年の保証はないから、でもやっぱり予算っていうのがあるから、そう簡単には上がらない。で、まあ自分の契約更改の思い出、まず、2009年に16勝したんで、 オールスターの時に、落合さんと井端さんと、俺と何人かで食事会場、ホテルご飯食べてたんで、その年もう前半だけで10勝してて、その時の給料は4000万弱だった。給料の話になるじゃないですか。で、吉野村来年にクラブシンガーって言われて、いやー、全然わかんないですけど、倍以上9000円ぐらい欲しいですねって言ったの。ふーんって感じで終わって、で、プラスアルファで6勝してるから16勝してるの。 で、いざ契約更改行ったら9000万と、マジで。その時何も思わなかったんだけど、後から聞いた話は、落合さんが全部給料決めてたから、あそこで俺がもし1億欲しいって言われたら、1億だったんかなっていう、めっちゃ思ったりして。やっぱり活躍すれば倍が見えたから、9000万の倍が1億8000万、1億の倍が2億、2億の倍が4億、1億8000万の倍が3億6000万、4000万の差が開くから、うわ、ミスったと思ったの。 そこからはもう自分の中で、これぐらいかなと思って額よりも数千万多めの有料にして、そうならなかったんだけど、落合さんが決めてたって聞いて、岩田さんにバカだな、お前って、あの時1、2とか言ってよかったのに、それで価値があったんだよ、実際に。そう、だからそういう思い出があったり、あとね、落合さんが退院される、2011年の時に、自分なんかキャリアハイだったんで、 で、落合さんも給料決めたってことを知ってたから、落合さん退任する前に、ちょうど落合さんたまたまご飯屋さんで一緒になって、また給料の話になって、で、落合さん来年ってどれぐらいもらえますかって聞いたら、俺が査定の人間だったら3倍増だなって言ってたから、3倍増だったらよく超えるんですよってなって、もらっていいよそれぐらいって言って、俺関係ねえもんだから、今まで決めたのよって。
で、それは無理ですよって言って、はい、でもお前は今年はそれぐらい払ってもいいと言われて、で、3倍って言われるまで犯行を押すなって言われて、めっちゃ無責任な、今まで犯行を押すなって言われて、結局3倍とならなかったんだけど、やっぱり自分の中で活躍したっていうその時の自負があったから、あの3位1回も保留したんだけど、まあ、その保留した理由っていうのが事実か分かんないんだけど、常にね、朝尾と天秤をかけられてるの、朝尾と同じ日に契約を更改するの、基本的に自分が先で、はい、だから朝尾より多くはもらいたいと 思ってないとか、そういうのがすごかったから朝尾より多くもらえると思ってなかったんだけど、ここを基準にされちゃ嫌だから、とりあえず保留にして、で朝尾もやっぱりこう、吉見はこれだからお前もこれぐらいだったりしたらかわいそうだから、こっちは保留しておけばこっちもなんとかなるって話したりとか、なるほど、だからそれは自分のためじゃなくて、やっぱ同じ日に契約更改するってことは自分が嫌で保留してた。だから保留すれば叩かれるのやっぱり、はい、別に金額に不満があったとかじゃなくて、やっぱ同じ日に契約更改することが自分の中でこう許されなかった。でも朝尾はね、すごく素直だからすぐね、電話してくるの、よし、いくらだったら、俺いくらだったらって言ったら、俺もいくらだったらって言うからさ、言ってきてくれて、でも、朝尾どれぐらいもらってるんだって、俺もっと待ってもいいかなって思ったら、正直、でもそれでももらえなかったけど、でもやっぱり、契約前の時には朝尾がこんだけもらってるんだったらとは言わないけど、やっぱり最初の定時よりか多めくださいって言うと、やっぱりアップしてもらったりしたっていうのが、まあ、契約更改の思い出かな。だから本当にこう、今の柳井とかも言うんだけど、はい、100万でも多くもらえるって言ってて、売買ゲームになっているから500万違うときに全然変わってくるから、数年後には少しでも多くもらえるようにした方がいいよってことは伝えていて、年が跳ねると、あの下交渉っていうのは事前交渉に入って、本契約の前に ホテルだったり、はい、あの球団事務所だったりでこう人目につかないところで話をするの、これぐらいだけどどうみたいな、でも活躍してる人間だと言えるんだよ、いろんなこと。その何百万とかじゃなくて何千万の世界で変わってくるから、でもう100万くださいって言って、もう2000万、3000万ぐらい上げてくださいってレベルになるから、そこまで行くと、だから本契約の時はもう行って反抗するだけっていう感じ。ああ、そうなんだ。そうだから、すんなり終わる。揉めてる人っていうのは下交渉してない人、基本的に。アップの時は言えるよね。あ、ダウンの時は何も言えないよな。キープでもらった時に今怪我をして、落合さんが GM になったので、ね、コストカットっていう噂が流れて、はい、肘怪我したらちょっとリハビリしたら落合さんがトレーナールーム入ってきて、吉見ちょっと来いって言って、まあ、ジャージで言ったら吉見40なって言われて、40%ダウンだったの、はい、でえって思って、怪我したとかってないんですかって、そんなねえよって言われて、それ35とか37ならないんですかって、35も40も一緒だろいや一緒じゃないけどなって思ったまあでも、もう全く投げてないし、怪我もしたから、もうね、あの、はいっていう、下交渉だよね、それが。もう、今までだったら、1時間かけて下交渉するのを、ダウンだから、もう言われるよ、こっちのほう言えない。だからもう、数分で終わった下交渉で、で、契約って40ダウンで、こんな反応して、終わるっていうのが、やっぱ活躍したときに、やっぱ言わないと、球団の人はね、続けて勝ったら上げてあげるよって言うんだけど、でも来年の保証はないんで、やっぱ活躍した年にちゃんとそれなりに評価をしてもらわなきゃいけないかなっていうのがあるかな。引退するちょっと前の時に活躍したのにそんな下がらなかった時があったんだよね、普通だと思って下がってもおかしくない時だったんだけど、40-40っていうか下げられてるんだけど、それは活躍したいからもちろんなんだけど、その時にちょっと下げすぎたって言われたことが言われて、ちょっとそこでこう穴埋めしてもらうというか、そうしてもらったんだけど、でも額が違うから、まあ、でもやっぱり自分は球団には本当によくしてもらったかなっていうのは、査定を契約更改するために思ってた温かい球団だなと思いながら、自分は契約更改していた感じですね。みんないくらもらってるか知らないな、うん、大野だったら本当だったら3億じゃないかもしれないし、分かんないし、それは推定だから、はい、他の球団の人が10億ぐらいもらってる、はい、その噂聞くよね、それは本当かどうか知らんけど、でもドラゴンでもそういう選手がいた噂が流れてくるでしょ。推定の年俸で新聞載ったりすると思うんですけど、うん、マックスどれぐらい離れてました？マックスね、3000ぐらい離れてました。あ、へえ、はい、僕はね、契約更改に言わないんで、金額だって、だって自分の給料を
公にする人は何がいないっす、ね、僕これで僕で僕はそういう考えなんで稽古会まで例えば135とかって言ってるじゃない、俺は言う必要ないと思ってるから、うん、ご想像のお待せします。めくりぴったり合う時とか、あ、それは面白い、うん、若い時は言ってたから、あ、言ってたから言わなくちゃいけないと思ったから、やっぱ活躍していく中で言わないようにして言う必要ないんじゃないかなと。活躍した時はもらえるだけもらってればいいっていうのは自分の考えだから。じゃあ今活躍している選手は上げて上げてって言った方がいい。そう、でもやっぱり活躍ダメだと分かんないので、やっぱり継続して活躍した人間は評価されるというか、岩瀬さんだったり大島だったりっていうものはやっぱりこうもっともっと評価されてもいいんじゃないかなと思うんですよ。はい、いや貴重な裏側をありがとうございます。全然知らない世界だったので聞けてよかったですありがとうございます。はい、オンラインサロンで野球塾を始めることになりました。まだ始めたばっかりなんですけども、ぜひ皆さん大吉塾と調べて検索していただいて、こちらの方でも、指導しているので皆さんご入会よろしくお願いします。